コンビニエンスストアで鶏肉加工製品が品薄となっています。ファミリーマートによりますと、タイで製造しているファミチキの販売数を先週から調整しているということです。新型コロナウイルスの感染拡大で、タイの工場の人手不足や原材料の不足が続いているためとしています。ただ！ 需要が増えるクリスマスシーズンに十分な数を確保できるように販売数量を調整していて来月中旬には通常の販売に戻る予定だということですまたセブンイレブンも一部のエリアで唐揚げ棒などの販売数に影響が出ていて在庫調整をしながら対応しているということです